大阪にこだわり続けてるのは大阪は困ってないのかな。あれも、まあ、昨日の配信で言ったの全部みんなが見てるわけじゃないから言うと、大阪が今までスペックで解決してたところが、まあ、コンディション悪かったり、もしかしたら劣りもあるかもしれないけど、解決できなくなってるだけ。2対1とかで収めたりとか、なんとかしてくれる大阪だったから、もう戦術大阪でよかったんですよ。大阪に当てとけば。でも昨日って大阪にとってはすごい苦しい状況で、5-3-2でボールサイドによるし、中盤も3枚いるし、ここが狭いのよ。狭いし、広がったとしてもボール入った時に、後ろからガツンって当たられると。っていうんだった時に、大阪のところで当たられるのを見越して裏出てくやつとか、当たられないように大阪がちょっと低い位置になるとか、戦術的なサポートが必要なのに、それ全くやってないから、だから大阪とか長友は必要以上に批判されすぎてる。サッカーっていうのは一人でやるもんじゃない。ハイライトだけ見てる人が一人のスーパープレイ見てるから、サッカーって一人でできると思ってるけど、あのスーパープレイが成立するために、いかに選手たち、他の選手たちが、そのお膳立てをしてあげてるか。メッシがペップバルサってすごかったけど、メッシまでいかにクリーンにボールを届けるか。メッシまで綺麗にボール届けて、そっからなんかしてくれる。でも、メッシは綺麗にボールもらってるから、それができる。アルゼンチン代表だと、点取れないのは、綺麗なボールが来ないからですよ。っていうのは、全部省いて、そこだけ見てるやつが、大迫いいプレーしなくなった、長友いいプレーしなくなったってなってる。マジでいい監督になったら、2人復活して、やっぱりベテラン大事だねと言い出すやつ出てくるからね。そういうの全部やった上で、その選手たちがやれることやってないだったら選手に言うべきですよ。で、もっと言うと、やれることやってなくて使ってる監督が悪いからね。だって上田アイスだっているし、オナイウだっているわけだし。